どうもこちゃんこちゃんと美容室行ってきました。こっちです。よろしくお願いします。はい、今日は今までかぶったガチャガチャとかを中心に中身が見えそうなものを集めてみました。なので開封して中身がどんな感じか見ていきたいなと思います。ガチャガチャはやっぱり回したらかぶるからな。そうそうそう、結構かぶってるやつとかもあるし、このガチャガチャどうしようかなと思った時に、まあ中身も気になるやつとかやったら開けたいなっていうのもあって、ちょっと今回引いてみたいなと思います。それではどうぞ。こちゃこちゃ、1個目、中身にハットよっちゃんミニチュアチャームのパラパラしてんじゃねえよの方をちょっと開けてみたいなと思います。この中身はどうなってんやろう。では切っていきます。これちょっとだけ中身見えてるもんな。そう、わあすごい、写真がすごいさ、リアル。結構柔らかそうやな。せやね、見て、めっちゃ柔らかい。折れる折れる。で、ただの四角じゃなくて、ちゃんとさ、このパタラタのしてるさ、ヤクの角に合わせてさ、切ってくれてあるやん。タラタラしてんじゃねえよの中身はこんな感じでした。続いては袋麺ミニチュアチャームコレクションののぐりマイルド。これはね、隙間がなくて中がどんな感じかもう全く見えへんねんけど、触った感じがあの麺、インスタント麺の感じがあんねん。気になるから開けてみよう。どんな感じなんやろな。気になるな。これは色とかもさ、なんか黄色かったらすごいよな。なあ。せーの。はい。おお、すごい。丸いんや。麺がほんまリアルになってるやん。やっぱ触ってる感じのこの麺は一緒やった。想像通りの麺。で、ここにボールチェーンついてたんや。色もね、やっぱあの、インスタントラーメンの麺のさ、色みたいになってるな。白でもなく黄色でもない、この間の色。で、素材はもうプラスチックやね、これ。硬い。のぐりの中身はこんな麺が入ってました。3個目、超リアルミニチュア流しマスコット。4、ナポリタン風カップ麺。これはどんな感じになってるんやろ、中身。これはもともと蓋が開けれるような仕組みになってるんかな。そうやな。ちょっと開けてみますか。おー、ちゃんとリアルな麺ですね。この麺も取れるのかな。ちょっと引っ張ってみますか。あー、ちょっとくっついてるわ、下。綺麗には取れへんわ。中身取ったらこんな感じです。すごい、パプリはちょっとポロ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 落ちちゃうな。で、麺はすごいさ、ほら、こういうとこまですごい細かくなってます。触り持ちはちょっと柔らかいシリコンみたいな感じかな。これはすごい、一本一本ちょっとちぎろうと思ったらちぎれるもん。すごい。ただパセリはいっぱい落ちてきます。はい、こんな感じでナポリタンでした。次はミニボーロシャカシャカミニチャームの牛さんの方。これも透明やから中身は見えてるけどね、開けてさ、この丸いのがどんな感触なんかね、それを確かめたいよね。もしかしたらミニボールがさ、思ってたよりさ、リアルかもしれへんしな。確かに、焼き目とかあったら。うん、さあどんな感じかな。はい、おお、この焼き目はなさそうやけど、この形があの卵ボールの形になってる。ほら、ドーム状っていうかさ、丸じゃないねん。で、このボーロはプラスチックかな。ということで、ミニボーロの中身はこんな感じでした。ここね、旅の宿ミニチュアチャームコレクション。私が持ってるのは、データカフォート新春キフォ。これは箱とこれが一緒になってました。箱はこんな感じで、もうこっちはもう持った感じで、もう軽いんで、もう何も入ってへんのかなと思います。開けてますね。はい、こっちはただの箱でした。もしかしたらこれ中にこれ入れるんかもしれへんな。
あ、そういう風に膨られてるかもしれへんな。これを入れたら、あ、いい感じで入りました。こっちは変わった感じはほんまに入浴台の丸い感じかなって思ってる。じゃあ切っていきます。はーい。おー、まさかの緑。これは予想外やな。これは予想外。パッケージは黄色やと思ったからな。黄色かなと思ったけど、黄色か白かやと思ったけど、まさかの緑。しかもこんな感じで、なんかボタンみたいなものが入ってました。ちょっと思ってたのと違うかった。泡の湯はこんな感じの中身でした。続いてはほぼほぼ原寸いつものチーズボールチェーンのドルチェチーズベリー&ベリー、こちら開けてみたいと思います。こちらは触った感じプニプニしてて、触り心地はチーズですね。で、前回のベビーチーズみたいにこう覆われてて中身は見れないんですけど、前のベビーチーズが黄色っぽくてほんまのチーズにそっくりやったんで、これも期待できますね。これはベリーベリーやから中がピンク色なんかもしれへんね。ここになんか開けれるそうなとこあるから開けていこう。一応開けれそうなとこではあるけど、開けるようのやつじゃないからテープ貼られてますね。もうアルミ外したら見えてくると思うよ。いくで。ベリベリベリー。おー、すごい、めっちゃリアルやん。そう、予想してた通り、期待通りの色。ほんまになんかほんまに綺麗なピンクやし、なんかガチのパなんかさ、ちょっとほんまに色塗りましたとピンクじゃないやん。おー、柔らかい、プニプニ。あ、すごいな。わかる、これなんかシリコンみたいな感じかな、素材は。見た目はもうチーズ、ドルチェチーズベリー&ベリーはしっかりチーズ再現されてました。7個目、ホイケアチャカチャカチャーム2。今回はプコン闇吹きバーベキューです。あー、これも中身ちょっと見えへんからね、どうなってるんでしょうか。変わった感じはめっちゃちっちゃいプブが入ってるって感じで、ほとんど空気やからちょっとちっちゃい玉が入ってるのかなって勝手な行動してます。中身はどんな感じでしょうか。開けます。では出していきます。あー、そんな感じか。やっぱりそんだけ、こんだけしか入ってへん。あ、入ってる、取れへん。こんな感じやね。でも思ったより丸くなくて、何、長方形の感じやな。こんな感じの形になってます。これでいつもシャカシャカなるんやなって感じで、こんな感じでプコン闇吹きバーベキューでした。続いては東方製菓ポテトフライミニチュアチャームのじゃが塩バター。これ触った感じ丸くて、これわかる？このボコボコ、この感じがすんねん。もうだからもしかしたら大きさ的にもほら、これ同じの入ってるんちゃう？これもね、見えへんからね、中身開けてみた人しかわからへん。じゃが塩バターどんな感じかな。形は多分あれやねん。問題は色よね。色、いやね、一緒がいいね。せーの。おお、2枚も入ってるやん。ほんまや、すごい。パッケージ4枚入りやけど2枚やん。あ、こっついてるやつよりちょっと色は薄くて一回りぐらい小さめのポテトフライが入ってました。これこの形のボコボコ感とかはもうそのままやねんけど、色がちょっと薄めでもちゃんと色ついてる。じゃが塩バターの中身はこんな感じで、少し小さめのポテトフライが入ってました。9個目、ミニヒーロー土入りシャカシャカマスコット。ここに土みたいな中身入りって書かれてるから、もしかしたらこの牛糞土入ってるのかな。ほんまに変わった感じはほんまに土入ってるみたいな感触はすんねん。ちょっとどんな感じか開けてみますか。
これガチャガチャの中身のやつさ、うん、このリアルなやつ入ってくれと思うけどさ、うん、牛糞だけはリアルなのやめてくれと思わへん。本物入ってたらなあ、やばいやん。プチみたいなやから今回は、うん、ちょっと開けてます。プチみたいってどんな感じやろ。でも逆に土でもないってことなのかな。そうみたいやからな。やっぱ牛糞かな。うわぁ、ちょっと服汚れるから気をつけてな、着る人は。では行きます。うわぁ、おぉ、めっちゃサラサラそうなやつやな。そう、めっちゃサラサラしてるね。まだまだ中に入ってるけど、へばりついて取れへんわ。うわぁ、めっちゃサラサラしてる。何これ、ほらめっちゃファラファラしてるわ。すごい。本物の牛糞ではない。うん、本物の牛糞ではない。匂いもないし大丈夫です。こんな感じで今回またリアルな肥料でした。今回最後になるんですけど、プニットプリンゼリーのプルリンいちごプリン、こちら開けてみたいと思います。これこっちが一番楽しみにしてた。絶対気持ちいいやん、触り心地。外からでも気持ちいいの分かるからね、これ。じゃあ早速ね、この上外して、いきまーす。おおくっついてる。おーおおお、プルンプルン、プルンプルンでちょっとだけへばつく感じ、ほら。おーおー、いいね。ほら、ほら、この辺。なんやろう、これあれや、子供の時にやってたけどさ、壁にぺちゃんってくっついたらぺちゃんってへばつくやつ、あれの感じ、懐かしい。これペタペタしてるけど別に手ペタペタにならへん、めっちゃサラサラ。ということで、ミニミニプルリンプリンの中身はこんな感じで、癖になるプリンが入ってました。今回見ていきました。すごいさ、思ってたよりめっちゃリアルなやつも多かったね。うん、中身がまさかこんな感じっていうのもいっぱいあったし、やっぱりリアルやなと思ったのもいっぱいあったし、今回ちょっと面白かったなと思います。中身こうやって見ようとしたら、どうしても切ったりして、本来のこのガチャガチャとしては使えへんくなるんやけど、こうやって中身だけで使えそうなやつがあったり、新たな発見、これ開けへんだら分からへんなこともあって、かぶったガチャガチャやったらこうやって楽しむのも一つの遊び方なんじゃないかと思います。また中身かぶった方はぜひ開けてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、評価